はい、というわけで蛇精剣ネクロマンサーやっていきましょう。まあ、なんやかんやってなんかね、魔物たちがさっきご覧の通りなんかうごうごとはびこっていると。大目的は太平をもたらすことで、やること目標は蛇精剣ネクロマンサーを手に入れることで、さらにその目標のための目標は水の女神様がなんか私のなくしたアクセサリー取ってきてみたいな、そう、あの魔力使うためのアクセサリー取ってきてみたいなのが頼まれて、でまあ、そのアクセサリーを取りに行くよっていうのが今のとこの、目下の目標。30年か35年ぐらい前のゲームかな、そう、その時代にさ、こんななんか何あのダークファンタジーみたいなさ時代がついて言ってないんだよね全然。なんか調べたらなんかそのクトゥルフ神話をモチーフにしてこうなんか作ったものらしい。でそう、見ての通り全然なんかもうね、ドラクエとかと違ってさ、もう敵がもうね可愛げのかけらもねえし、で今出たけどさ血しぶきとかすげえわけよ。もうこんなもう主人公たち血みどろですよね、もうドロドロよ。そして全然あの名前からはわからないあの魔法ね名前からは効果がわからない魔法。あ、そうで、経験値があのもらった額面を3人いたら3人で割るんだって。なのであのなんか生きてるパーティーの数が少ない方があのやっぱ一人当たりは多くもらえるということで、あの、まあ、主人公とあとはあの、まあ、攻撃力とか防御力とかが弱々なこの魔法使いのライムちゃんをちょっと育てようかなと思って今一人死んだ状態にいると。そう、これ死んでるやつはめちゃくちゃ脳筋ですごい強い頼りになるやつだから、そう、まあそんな感じらしい。いやーでもさ、あのマリオ USA さ、初めて人生で初めてクリアしたんだけどさ、ね、そのうわーライムちゃん寝てるー、なんか本当に心が折れそうだったけど、いやークリアできて本当に良かったね、うん、いやー実に感慨深い。その諦めない心とその達成感っていうのを学ぶためにもやっぱりこういうこの手のゲームっていうのはとてもいいのかなってちょっと思ったそう、そんでまあなんかねパターンみたいのをやっぱ自分で考えてどうにかする できる範囲だからね。そうなので割と、まあ、そうだ、マリオ優勢なんてそんなさ、いろんなゲーム世の中いろんな難しいゲームある中でそんな難しくない方じゃん。だからまあね、そういうのは味は安かったんじゃねとちょっと思う魔界村で同じことやってくださいって言われたらちょっとあごめんなさいって残したけどいや魔界村ね、いつかクリアしてみたいよね。そのなんか何あのどこでもセーブとかさ使わないで。いやロックマン2ねはね、あのクリアしたことあるけど、あのワイリーステージのボスラッシュがきつすぎてどこでもセーブ使っちゃったんだよね。あのさ、クイックマンがきついんだな、やっぱ。クイックマン倒して。お、レベル上がった。クイックマンと、あと、まあ、その後、まあ、ワイリーね。うん。あの、一番最後のなんか、宇宙人のロボットみたいな全然強くないんだけど、パターンだから。そう、ワイリーがね、そう、ワイリー、なんだっけ、なんかね、ちょっともう忘れちゃったな。そうなんかクイックなんだっけ？なんかの特殊攻撃ポイントみたいなのつかなんかの特殊攻撃を使わないとなんか真っ当に倒すのはまず無理なんだよねあれ。で、その特殊攻撃を使うためのポイントを
直前のボスラッシュで温存するのがすげえ大変なんでね。そうそう、いやーでもよくクリアして、ロックマン、無印ロックマンもっとむずいからな、ちょっと、あの普通にね、メタルマンステージが、あれメタルマン2か、あれ1でもあったっけ、ちょ混じっちゃってる、もうね、もう全然クリアできなくて、あ、そう、明日、あ、まあ今見てる人、ちょっとしかいないけど、あ、でもこういう見てくれてる人っていうかやっぱ大切ですよ。なんだっけ、で、あの、明日はね、そう、秋葉行って、次何のゲームやろうかな、みたいな、ちょっと、見てこようと。で、あの、YouTube に上がってる動画っていうのは、あの、俺が編集してるわけじゃなくって、あのもう一人、そう、玉の浦ビデ太郎って、あの、ゆで卵的な感じで二人いるんですよ、中の人。わー社用のキーボード落ちてきた。そう。で、そう、もう一人がいて、そいつが全部編集してくれてると。で、まあ、そいつと明日、秋葉行って、ちょっと、何やろっか、みたいな。再生数稼げそうで、かつ、取れ高も取れそうなもの。やっぱね、なんかね、あれだよね、そんでさ、アクションは、まあ、それこそ、ジャンプアクション、マリオみたいなさ、やっぱ見どころがあるよね。ああいう、そう、俺が苦労してればみんなやっぱ面白いし、見てて面白いし、そう、俺も実況はすごいね、好きで見るからわかるんだけど、RPG とかさ、あとアドベンチャーとかなかなかその見せ方がさ、むずいよねって思って、で改めていろんな人の実況とかを見たりしている最近、あ、こうやって見るんだとか、あ、こうやって動画にするんだみたいなね。思いながらやってるよっていう話。え、なんか、あの結構ね、このマイクがいいやつだから、だね、あの、ノベルゲームやってもいいんじゃねって、ね、ちょっと思ってる。あの、誰よ、かまいたちの夜とかさ、まあ、おとぎりそうはね、あれはちょっとあんま面白くなかったから、面白くないっていうか、あの、情緒すごく。だから、また、あ、そう、学校だった。怖い話とかね、学校だった怖い話は好きなんですよね、普通に怖えわしビビりだから、そう、あれはいいよね、あれとかね、多分あれ明日やったら俺も朝まで多分ね、さ、あの怖くて寝れなくて、あの酒飲んじゃういやー待って、俺さ、これ先週も同じ間違いしたんだけどさ、レモン堂のこの鬼レモンって 9% じゃん、これ 9% の酒飲むと具合悪くなっちゃうんだよ。いやでもあれだね、あのゲームしながらさらにこう喋ってるわけですよ。だから一人でもう淡々と何ゲームしながら飲んでるわけじゃないから、やっぱ酒の進みがね、あのまだ健全だわ、うん、一方的に喋って、ほぼ一方的に喋ってるだけなんだけど、まだ健全、うん、そう、一人で飲んでるとね、そうね、学生の時はよくやらかしましたね、家で、そう、家で一人で飲んで潰れるってなるかね、どういうことって家で一人で飲んで潰れるってそのね、後輩のバンドがね、すごくって、そう、まあ、大学の後輩のバンドね、いやすごいんだね、もう曲が普通にもかっこいいし、もうセンスがもうすごいんだね、だし技術もはもう当たり前だし、でもステージングもライブもすごいさ、で音源もさ、いいんだよねお前ね、火の打ちどころがないんだよ本当に、で何その勢いもあるしさ、そうで、かつチャンスをものにするっていうね。いや、もうね、悔しいね、ちょっと。悔しいんだけど、いや、でも、すごいものはすごいから、やっぱり。そこは、あの、リスペクトですよ。うん、ね、なんか、それで、ちょっと、ね、なんかインタビューとかされてて、で、曲作るときはどうしてるのとかさ、いう話が書いてあって、で、こういう風にしてましたみたいないろいろ書いてあって、すごいね、あ、みんな、なんかね、その、やっぱ同じ
つうかなんかそう曲みん世の中の曲ってどうやってできてるのかってもうよく分かんなくて、でまあそうやってね後輩のその何もうかっこいいバンドのごめんゲップしちゃったそういうねインタビューとか読んでさ、ほうほうこうやって曲作ってるのかってもうすごいね勉強になった、悔しいんだが、うわー MP が足りない、悔しいんだがそこから学ぶのがやっぱあれですよね、そう、そうそうそう、悔しいで終わっちゃね、あれですか、悔しいで、うわーもう急に急に悔しいでただ終わっちゃだけじゃね、あれですから、そっから学ぶという、そう、もう悔しがらせて、悔しがらせたろうかみたいなね約束つけばよかったな、やはり鬼レモンはうまいな、つか杖強いねやっぱ、あライル覚えてんじゃん玉浦、もう世界あれですよ、もうイシュメリア王国に太平をもたらさんとしてる勇者の名前玉浦ですからね、やつが玉浦じゃない、俺やってるの嬉しい、ビデ太郎にしときゃよかったな進みそうな時進みますよって言うから大丈夫、みんななんかラジオ的に聞きながらなんかまあワンカップ大関でも飲んでてよいやなんかねやっぱこんな世の中ですから、在宅勤務っつってさ家に閉じこもってさ、なんだろうねまあ日が朝日昇ってさ、で夜なんかいつの間にかもう日沈んでて部屋真っ暗になるまでさ、なんちゅう、そうなんかやっぱ机の前に座ってるわけよ、そんでやっぱさそれだとさ、そんでないその俺昼飯とかさ、なんかめんどくさくって、なんかもう自分でなんかちゃちゃっと作るとかさしちゃって、作るっつってもなんかそんなにパスタ茹でてなんかそれっぽいものをシャシャッとこうかけるとかしてさ、みたいなそんなもんだけど、そうやっちゃうからさ、もう全然もう太陽が出てないと外に出ることないみたいな日とかやっぱあるわけよ。そうなってくるとやっぱりさ、なんか体力は落ちるのはもちろんだけどさ、なんかもう気持ちもどんどん塞ぎ込んでっちゃうんだよね、やっぱ太陽を浴びないから、まあ、そんな日もあるわけよ。なんかやっぱねちょっと最近体を動かし始めまして、そう 8000 待って2800しかないよ、全然お金ない、なんで全然お金ないって、もうゲームでもって感じだけど、あそう、ほんでやっぱ体を動かすっていうのはすごい大事で、まあ、それはね学生の時はずっと思ってたんだけど、そう学生の時もね、そのね実験じゃなくて、理系なんですけどね、実験じゃなくて、ね、そう机にずっと刺さってる系だったから、そうなかなかね、なんかなんか体を使う動かしてみたいなのがなくって、先祖の猿がどうだったかはちょっと分かんないけど、やっぱ日中はね、やっぱ生き物なんで、生き物なんでって、そう夜行性の生き物もちろんいますからなんですけど、まあ、人間は日中は日光に当たった方がいいんじゃないかなってちょっと、まあ、思うわけよ。太陽の下で汗をかきながらちょっと体を動かすぐらいがないと、やっぱなんかいろいろちょっと、なんだろうね、なんかガタガタしちゃうというかね、と思うわけよね。ということで、そう、体を動かしたので、今日は調子が良くって、マリオ USA もクリアしたよと。そう、あと、通勤も結構大事だなって思った。
まあ、ドアトゥードアで俺30分ぐらいで、あの、会社行けるようなとこに、ね、ラッキーの方で住んでるんですけどね。やっぱ会社行くぞ行くぞーって感じがするわけよね。まあ、行ったら行ったで、ね、あの、先輩とかさ、いっぱいいるし、上司とかも。気持ちがね、すごいやっぱ大切だよねって、ね、あの、思う一週間でした。はい。気持ちだよ。気持ちだよ。っていう、こち亀のエンディングがあったよね。いや、絶対、君たち知ってるでしょ。お前ら知ってるだろ。何黙りこくって、そんな、若いふりしてんだよ。みんなおっちゃんだろ。そう、あの、もう最近、あの、五社六入しても、30歳になる年になってね。誕生日を迎えまして、まあなんというかね、まあ、新社会人ということで、まあね、なんかいろいろ、なんか今が踏ん張り時だなとか思いながらゲームをやってるわけよ。そう、あの、いつかやろう、やりたいやりたいって思ってたね、ゲーム実況もついにそう始めるという。自分の稼ぎでね、買った、この、なんだ、この、マイクとかね、まあ、その他、機材、使って、新しいこと始めようと。あのね、ダンジョンに行きたいんだけど、行くまでに捕まりすぎだね、これ。あ、やべ、約束かの忘れてたー。やばいなー。これは進めないかもしれない。あと、俺がちょっと酔っ払ってきた。うわ、1時半じゃん、もう。お、バロン君レベル11は強っ。あ、毒。うん、あの、魔導書渡すってできんだ。ほほー。いやー、でもあれだな、1週間ぶりに、そう、あの、平日お酒飲まないようにしてて、そう、肝臓がちょっとね、あれだ、健康診断に引っかかったりとかして。あとは普通にデブだから、そう、激太りしてるから、したから。で、今デブだから、っていうのもあって。そう。いや、でも一週間ぶりにお酒飲んで、うわぁ！もう俺がちょっといい話しようとした瞬間これだもんな！いや、てかね、俺のね、そんなよもやま話よりもね、もっと面白い話しろよって話だな。ネクロマンサーはな、無修正で配信されるからさ、これ。もうその無修正、アンセンサードよ、本当に。そのまま配信されますから、あ、配信というか、あの、ね、あの、うわ、投稿されますから、だから、ここでね、あんまり、面白い話使うと、ちょっと後で俺が困るんだよ。そう。あ、そう、あのね、学生、あ、そう、今さ、こんな世の中だから、まさにそうなんだけど、あの、学生の時さ、やっぱ、うわぁ、なにこのおっさんやばとかさ、え、ちょっと待って、怖い怖い、なに今のみたいなとかさ、あの、日常生きててあるとさ、次の日とかにさ、また、その日中に、皆さん、なんかそういう世間話が好きな人たちでさ、こう集まってさ、まあ、先輩とかと、ね、同級生とかさ、集まって、ちょっと、急にさ、お酒飲もうとか言ってさ、って言って、なんか、だらだら酒飲んでさ、いや、ちょっとさ、今日さ、つって、とんでもねえババアいてさ、みたいな。とか話をする機会がやっぱあったんだけど、今やっぱこんな時期で、全然ない、その、事業所行って先輩にそういう話するとかさ、同期にそういう話するとかできないからさ。そう。あのね、かなりね、ここで、ね、その、まあそういうくだらない話をね、できる話を、まあ俺が一方的にしてるだけなんだけど、それはね、大きいよね。そう。今は、リアルタイムではまあほとんど、あんまり誰も聞いてないかもしれないけど、そう。まあ、広く、喋っ、自分自身が喋ったというね、喋っているという
あれがあるからね、実績というか事実がね残る。いやーうめえなー。ちょっと待って、全然知らないとこ来ちゃった。何これ喋ってたら全然知らないとこ来ちゃったこれドラクエシステム。そんなこのね、松明ね、ドラクエと違って消えるんだよ。シャドウゲートよ、マジで。あ、シャドウゲートいいね。うわー、なんかもう軍隊やり来たな。軍隊やりだよ、もうこれもう。どう？おー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 、いいじゃない。おわ、強い。お、俺ら強くなったな。ライムちゃん強いな。強い子。食べると強くなる。それ、ビスコ。あー、攻撃しちゃった。回復する。あ、もう軍隊よりも回復。おー、必殺の一撃。ちょっともうちょっとね、演出欲しいわ。なんか音変えるとか。あと、マザー2だったら、スマーッシュってなるしね。あ、1でもなるか。マザーね。マザー確かにいいかもね、と思ったんだけど、俺がやり込みすぎてて、攻略動画になる可能性があるからダメだ。マザーね。マザーめっちゃ好きですよ。あの、俺の手帳。ほぼ日手帳の中です。使ってんでください。まあ、つってもね、あの、なんか会社からさ、あの、携帯を、社用携帯を渡されてて、それが全部ないでしょ。カレンダーとかさ、なんかいろいろ同期しちゃったりとかして、結局それ使っちゃってるからさ、手帳ってあんま使わねえじゃん。ちょっと悲しいんだけど。そう。うわー、グロいの来たよ、ほら。うわー、なんか新しい敵来たよ、これ。もうなんかね、もう。ドラキーとかじゃないもんだって思うね。スライムとかさ。もうなんかもう、内臓飛び出たやつと、なんかあの、自分の、何これ、なんか鼻切ってる、なんかピカソ、ゲルニカみたいなやつみたいな。もう、どういうこと？秋葉といえば。メイドリーミー、メイドリーミー、行き止まり！ああ、下、下り。え、わかりづらくね、今のちょっと。これ。下りにも程があるよ。下暗すぎだろ。まあ、暗いんだけどよ。上りだけあんな光ってるし、階段。うわ、下るね。なんか、不思議のダンジョンみたいになってきたね。お、宝箱。そう、なんかね、この辺の、なんか、そう、鍵が必要な宝箱のに、多分、あの、その、さっき言ってた、なんだっけ、なんかアクセサリーが多分入ってる。その、女神様が。取り返してきてくれてたやつ。よし、これ探すのも足元のやつを探すってやる。まあ一番脳筋の人が開けて。開く。うわー、鍵なくてもモテたいやー、キーアイテムは別にモテてくるよ、マジで。これ捨てていいな。これ一回使ったんで、もう。はーい。あれ、キーアイテムなのに捨てられるんだ、古文書。はい。おーい。持ったよー。よーし。キーアイテム一個ゲット。そう。あの、さっき俺、鍵がついてるやつが当たりとかしてたけど、鍵なしでいけたね。なしら監督じゃん。わー、なんか強そうなの出てきたー。わあ、まあそうでもなかった。おお、いいね。おお、弱い。鎧なのに血が出るという。あのね、秋葉とかってさ、もう憧れの地だよね、なわけよ。もう思春期の頃からさ、なんかその、なんかちょうど、なんかそういう面白い、時だったんだよね、いろいろさ。ちょうど春日が売れ、ひとしきり売れたぐらいで、でラキスタとか出てきてさ、あと何、そのなんかニコニコとかがさ、すごい、勢いに乗り始めた頃かな。うん。で、あとそう、電車男とかもさ、すごいひとしきり流行った後でドラマとかで。で、あとエヴァのさ、また、進撃が始まるよとかって、再ブームだったりとかさ。そう、それでさ、海洋堂の
あの可動駆動フィギュアっていうのかな、あのリボルテックシリーズっていうのがあって、リボルテックっていうのがあって、そう関節がよくできてるんだよあれで、海洋堂のまあそうだね、直営ショップみたいなのが秋葉のあれ、ラジカンだったかな、 ラオックスが入ってた、ビルにあるとかっつってさ、いらねまあそんな時からさ、やっぱ聖地というかさ、そのすごい秋葉といえばもうそういう何でもあってみたいな、そういうのがあってさ、まあ、でも生まれも育ちも私あの、まあ、ずっと宮城で、そう学生、そう大学出るまでずっと、大学もずっと宮城だったからなんだけど、いやこういうこと言うと見バレするからですけど、はあ、宮城っつっても広いしな。なんだあの、そうあの社会人になって初めて関東圏に出てきて、そうこんなさ、なんかその新幹線も乗らずに、まあ、もちろん時間はかかちょっとね、あの数時間とかの単位で、まあ、ちょっとかかっちゃうけど、あればそれでも、おいおい、こんなことあんの初めてアイテムを落としたイベント、ね、なんかそういう近い距離にさ、そういうあの憧れのあの秋葉みたいなのがさあるってのも、ね、ちょっと信じられないって、そういうのがある。そうあのこのマイクのさ XLRまあ、キャノン型ケーブルって言ったりもするのかな、ね、これ一つ探すのとかさ、そう俺が形を覚えてなかったからすげえぐるぐるいろいろいろんなお店探しちゃったけど、どっこにでももうこのケーブル安いのいくらでも売ってないとかさ、そうあとなんかそれこそさね、そうあのパーツ通りとかあるじゃん、あのマルチパーツとか並んでたりする通りとかさ、いやーすごいよねもう。そういうお店ってさ、もうなんかめちゃめちゃ人入ってるんだよね。でなんかあのなんか取り皿みたいのにさ、みんなそれぞれ欲しいパーツみたいなのをこうバーって入れて、で最後お会計に持ってくじゃない。そういう人がすごいいっぱいいてさ、いやなんかやっぱいいよね。いや男心をくすぐるよねやっぱ。うわやべ俺もやりてーって思ったんだけど、俺電子工作全くできねえからそうできないといけないんだけどね、そう仕事上。そうまあね、おいおいやってそういうのもねやっていこうかなと思うんだけどね。今顔描いたら爪がちょっとザギザギになってすげえ痛かった。ここで一句。サミダレにジャンボタニシがピピカチュウ。みんなもポケモンゲットだぞ。で俺めっちゃ声でけえな。よくね隣から苦情来ねえと思う。焼きどうなんだろうね。ちょっとせめてそこのあれを閉めるべきだったな。何度じゃなくてこれなんて引き戸私事であるんですが、めちゃくちゃ酔っ払ってきちゃうんですよ。ちょっとなんか戻ってきたのこれもしかして。あ戻ってきたの、うん、避けるな、ね、飲みすぎてねどこ進んでるかわからなかったね。お酒って怖い。1万円貯まってる。ロストヒーローズ、あれ面白いよね。まあ、あの最後までクリアしてないんだけどそうダンジョン RPG でさ、あのコンパチヒーローっていうのはいいよね。さあコンパチヒーローもなれすごい好きでさ、あのだけ、ああれだな、グレートバトルいいな。グレートバトル、あのそう明日そう秋葉行ってソフト決めて、でその後2人で実況しようかなって思ってたんだけど、そう
やグレートヒーローシリーズいいな、いいけど、いいと思うんだけど、いいな。グレートヒーローいいね。おい、グレートヒーローも俺ラスボスすら見たことないな。面白いんだけど全然わかんないんだよねあれ、うん、まあむずいんだよねグレートヒーロー、むずいってまあ当時の俺がやってたからかもしれないけど、そういやまじ失敗から学ぶ男だからな今ドラってはあ、てか次のアクションゲームグレートヒーローじゃないごめんグレートバトルだ、ザ・グレートバトル、ヒーロー戦記とかもね、ヒーロー戦記もね、なんかクリアしないんだよね。簡単、割と簡単な、そう、ヒーロー戦記が面白いなと思って、それで 3DS のあれよ、そのなんだ、ロストヒーローズやってさ、でロストヒーローズそのさ、そのもう今時もないわけじゃない、なんかコンパチヒーローものが。あれ、バンプレッソ。バンプレッソよ、バンプレッソ。時代はバンプレッソ。はい、ゲーム出していて。なかなか確かに今聞かないなと思って。そしたら 3DS でそんな、ね、コンバチヒーローものです。しかも内容見たらダンジョン RPG ですとかってさ、そんな渋すぎてさ、ね。何もう、なんだろうね、うまい例え見つからないわ。あのね、俺、ああたとえツッコミで定評を得たいのに。もう渋すぎて、もう渋が期待なわけよ、もう。ね、お子様はもう渋抜きしないと食べられませんよ。そう、あんな仮面ライダーとかさ、そう、あれなんだけど、でも大きいお友達向けのゲームなんだね。あくびで思い出したけど、なんか土曜日、関東の、で、あれなんだ、あの、そう、関東さ、あのテレビのチャンネル多くてわかんねえんだけどさ、ハクション大魔王やってるよね、なんかどっかで。で、ハクション大魔王の声は山ちゃんやってるの。で、カシウムとボーンミクの背伸びくですよ、もう。声があれ、ね、裏がちって背伸びくん。じゃあ今日はこの辺にしときますかね、とりあえず。うん、じゃあ画面切りまーす。じゃあお疲れ様でした。どうも見てくれた人ありがとう。ぜひチャンネル登録とかもろもろしていってくれます。